チュニドラネオ・アキラも23歳か。同じ年の日ハム・大谷ってどんな成績やったっけ？大谷翔平かっこ23歳打率2割8分5厘、22本、61打点、10盗塁、OPS 1.925、WRC プラス149、4勝2敗63奪三振防御率 3.31、ERA プラス127、RWAR 4.0、FWAR 3.8、ア・リーグ新人王。すごいのー。なんで比べるの？暇だから。いい加減もうどっちか専念させないとみんな後悔することになりそう。クロート的にはどこやらせるのが一番良いの？ショートが人手不足やから来年ショートに戻るの予想するわ。セカンドから回せよわらなんで先発ピッチャーから戻すんだよ。意味のないくじ運だよ。投手ネオアカリって来年いけそうって聞いたぜ。かわいい名前だな。え？23でメジャー行ってたっけ？らしいで、シーズン中に24歳になった。25歳ルールなんのそので渡米しただろ。佐々木朗希はいくつで行くのかね。朗希はシーズンフルで戦えるとこ見せんとかい叩かれそうやな。シーズン完走しないと良い値段でメジャー送れないのに、試合出し続けたら絶対壊れるというね。大谷1年目の3勝3本すら無理くせえな。